こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。先日青森にサイゼリヤが初出店したことを取り上げた際、一部の方から不謹慎だとクレームが届きました。この場を借りて謝ります。誠にごめんなさいでした。おそらくこのクレームをくださった方は、未だサイゼリヤのない高知県、徳島県、愛媛県、大分県、宮崎県、長崎県、鹿児島県、沖縄県の中のいずれかの県民なのでしょう。リンゴ県にすら負けてしまった事実を知らしめてしまい、誠にごめんなさいでした。責任を取り、私はマイナス40マックのピクルスポイントの処分とさせていただきます。今後はサイゼリヤがない県にも配慮した報道を心がけようと思います。キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。話し法、投稿者、京都の銭湯でとんでもない。緊急早報です。緊急早報が入りました。芸界の橋本環奈、広末涼子と不倫報道。たった今入った情報です。芸界の橋本環奈が広末涼子と不倫したとの報道があったようです。芸界の橋本環奈というパワーワード何？どうやらミシュラン一つ星を獲得しているレストラン塩のオーナーシェフのことを指すようですね。似ても似つかぬ二人だろ。橋本環奈に訴えられても文句言えないぞ。どうやらこちらのシェフは芸ではないようです。しかしその圧倒的ビジュアル、ファッションセンス、ヒゲがそちらの方面の方々から評価されており、アイドル的なポジションを獲得しているとのこと。その人気、そしてのんけゆえの近寄りがたさから、芸界の橋本環奈という異名をつけられているというわけです。不名誉すぎてくさ。まあ本人もそれを活用してる節があるから。確実に狙ってるだろ。今回は彼が産地の母である広末涼子と同じホテルに宿泊したことが週刊文春で報じられたようですね。芸界の橋本環奈を寝取った広末涼子の罪は重い。シェフは寝取られた側だったんだ。ツイッターではなんとこのパワーワードがトレンド入りに。このパワーワード、つまり任天堂スイッチってことね。どういうことだよ。どちらもゲーム機ってね。もうええわ。ご視聴ありがとうございました。